インターベースは、エンバカデローテクノロジーズが開発、販売している関係データベース管理システムである。インターベースの特徴は、他のデータベース管理システムと比較して、小さなフットプリントであること、必要最小限の管理で、運用可能であることが挙げられる。マルチジェネレーションアーキテクチャーである。インターベースは Linux、Windows、MacOS オペレーティングシステムで作動する。 多くの点でインターベースは標準的である。インターベースは SQL-92 互換関係データベースであり、JDBC、ODBC、ADO、NET などの標準インターフェースをサポートしている。しかし他の製品と異なる特徴的な機能も存在する。インターベース7サーバの完全インストールに必要なディスク容量は 40MB である。 これは競合する多くのデータベースサーバーのクライアントアプリケーションのインストールに必要なディスク容量より小さい。サーバーのユーザーのアイドル時のメモリ使用量は極めて小さい。インターベースのクライアントに必要な最低限のディスク容量は 400KB である。インターベースは通常は常勤のデータベース管理者を必要としない。組み込みをデータベースにも適しており、 M1A ブラムス戦車の中央射撃管制システムに使用されたとされる。平行性制御マルチジェネレーションアーキテクチャーとはインターベースのマルチバージョン平行処理制御の実装のことである。インターベースはこの技術を使用した2番目の商用データベースである。ちなみに1番画面は DEC の RDB、LN である。 一データベースには平行性制御が必要であり、そのためにロックを使用する。簡単な銀行のアプリケーションを考えてみよう。二人のユーザーがある口座の預金にアクセスする。ボブは口座を読み込んで、そこに1000ドルを見つける。それで彼は500ドルを引き出す。ジェーンは同じ口座をボブが変更する前に読み込んで、1000ドルを見つける。 そして800ドルを引き出す。口座は300ドルかしこしになるはずだが、実際には、どちらのトランザクションが先に処理されるかによって、口座の残高は500ドルか200ドルのどちらかになるだろう。これは深刻な問題を引き起こすので、言うまでもなく、複数のユーザーがアクセスする、データベースシステムはどれでも、このようなシナリオに対処する。 何らかの種類のシステムが必要だ。この問題やその他の関連する問題を解決するために使われるテクニックはデータベース業界では並行性制御として知られている。伝統的な製品は特定のトランザクションがレコードを修正しようとしていることを記載したロックを使用する。一度ロックされるとロック解放までその他の誰もデータを読んだり修正することはできない。 ロックは、ロックの流度次第で、1レコード、1ページのレコード、特定のトランザクションで調べられた各レコードへの変更をブロックする。ロックの流度は、パフォーマンスと精度のトレードオフだ。例えば、ページレベルで更新をブロックすると、他のトランザクションによる更新とは、実は衝突しない、いくつかの更新は、ブロックされてしまう。2ロックは、 トランザクションの独立性と組み合わせたとき、より大きな問題になる。これは、大抵のトランザクションは、読み書きを両方含むからである。この例では、口座の金額を読み、それから変更する。データの独立したビューを示すために、トランザクション全体は、レコードを読むが書き込まない場合も含めて、多くのデータベースサーバーでは、ロックしなければならない。3インターベースでは、 読み込みは書き込みをブロックしない。その代わりにデータベースの隠れコードは一つ以上のバージョンの中に存在することができる。例えば、ボブとジェーンが講座を見たとき、彼らは共にバージョン1を取得し、1000ドルを見つける。ボブが預金を引き出して講座を変更したとき、データは上書きされない。代わりに500ドルの入ったバージョン2が作成される。 JN が800ドルを引き出そうとすると、新しいバージョン2があると通知される。よって、JN の引き出しは失敗する。このアプローチは、マルチバージョン平行処理制御と呼ばれる。インターベースの、マルチバージョン平行処理制御の実装は通例、マルチジェネレーションアーキテクチャーと呼ばれる。マルチバージョン平行処理制御により、真のスナップショットトランザクションアイソレーションを、 比較的シンプルに実装することもできる。インターベースでは、スナップショットアイソレーションを持つトランザクションは、データベースの状態を、トランザクションが始まった時点の状態として正確に、示す。これは、アクティブデータベースのバックアップや、長時間のバッチプロセスなどに非常に便利である。ロールバックとリカバリーインターベースは、 ロールバックを実装するためにもマルチジェネレーションアーキテクチャを使用している。ほとんどのデータベースサーバーはロールバック機能を実装するためにログを使用する。その結果、ロールバックに時間がかかったり、手動操作を求められる可能性すらある。対照的にインターベースのロールバックは瞬間的に近く、絶対に失敗しない。難点特定の操作は、 マルチジェネレーションアーキテクチャーでの実装がより困難である。よってより伝統的な実装と比べると実行が遅い。一つの例は SQL カウント文である。インデックスがカウントに含まれる列、複数の列で利用可能な時でさえ、現在のトランザクションの独立性で見えるかどうかを調べるためにすべてのレコードはアクセスされなければならない。 ジムスターキーが DEC のダタトリブネットワークデータベース製品に従事していたとき、多数のユーザーによる同時変更を管理するシステムのアイデアを思いついた。このアイデアは当時開発中の新しい関係データベースで深刻な問題があると判明していたロックの問題を単純化した。しかしそのとき DEC は後の RDB VMS 製品となる関係データベースの開発を始めたばかりだった。DEC がスターキーのプロジェクトを知ったとき縄張り争いが勃発した。スターキーは最終的には退職すると決めた。インターベースの実装は当時存在していたどのデータベースより MIT のリードが記述したシステムに似ており、スターキーは前職のコンピューターコーポレーションオブアメリカ社や DEC でバーンスタインを知っていたにもかかわらず、マルチバージョン並行処理制御のアイデアに独自にたどり着いたと発言した。マルチジェネレーション並行処理制御をひらめいたきっかけはプライムコンピューター社によるデータベースシステムだ。これはページレベルのスナップショットをサポートしていた。この機能の狙いは読み手にデータベースの一貫したビューを 書き込みをブロックせずに提供することだ。このアイデアはデータベースシステムの非常に便利な特徴として興味をそそった。スターキーは地元のワークステーション会社であるアポロコンピュータが彼らのユニックスマシンで稼働するデータベースを探しており開発の資金提供に応じると聞いた。彼らの励ましで1984年の労働者の日にスターキーは グロトンデータベースシステムを設立した。スターキーは1986年にインターベースとして発表されるデータベースの作業を始めた。アポロコンピュータは企業大再編に見舞われソフトウェアビジネスからの離脱を決めた。しかしその時までに製品は大金を稼いでいた。1986年から1991年までの間に製品は 段階的にアシュトンテートに売られた。アシュトンテートは有名なディベスのメーカーであり、その時点でいくつものデータベース会社をポートフォリオのために購入していた。アシュトンテートはすぐに経営危機に見舞われ、1991年にボーランドが買収した。インターベースはその一部として取得された。1998年以降、 ボーランドは深刻な経営危機に見舞われた。パラドックスやリベスなどボーランドのデータベース製品は次々と売却された。インターベースも1999年12月14日、キーパーソンの退職により開発が中断した。2000年初頭、ボーランドはインターベースをオープンソース化し製品を管理する企業を スピンオフする交渉を始めたと発表した。レッドハットの IPO に習ったものという説がある。しかし新会社の経営陣と条件が折り合わず、スピンオフは中止された。2000年にインターベース6がオープンソースとして公開され、これをもとにファイアーバードとしてオープンソース開発が続けられている。 しかし、その後ボーランド社がオープンソース戦略を撤回して新バージョンのインターベース6.5を販売したため、両社は別プロジェクトとして分岐してしまっている。2002年末、ボーランドはインターベース7を発売した。特徴は SMP のサポート、管理者によるサーバのモニタリングとコントロールのサポートの拡張である。 ボーランドは2003年6月にインターベース7.1、2004年12月には7.5、2005年6月に7.5、1を発売した。2006年9月、ボーランドはインターベース2007を発表した。新機能に含まれるのは、ジャーナリングによるポイントイン、タイムリカバリー、増分バックアップ、バッチ分による操作、新しいユニコード文字エンコード、 新しいオドビーシードライバーである。2007年9月、サードレールの発表に伴い、MacOS 10版が登場した。2008年10月、エンバカデロテクノロジーズは、インターベース SMP2009 日本語版を発表した。新機能として、データベースとカラムレベルの暗号化、オーバーザワイヤーネットワークの暗号化、バックアップファイルの暗号化が追加された。また、 新たに組み込みようとして、2 5エディションが追加された。2011年1月、エンバカデロテクノロジーズは、インターベース G、日本語版を発表した。新しく64ビットネイティブ対応版が提供されることになり、それに伴い、データベースキャッシュ設定の拡大が可能になった。新機能として、強度の高いパスワード保護。 ストアドプロシージャやトリガーから動的 SQL が呼び出し可能、パラメータの追加、機能改善として、スイープの高速化、インデックスキーの上限が引き上げられた。また、付属する JDBD ドライバでは、ブロブ、クロブをサポートするための IF が追加された。2012年8月、エンバカデロテクノロジーズは、インターベース G3 日本語版を発表した。 Windows 版のみ。他のプラットフォームは G のまま。新機能として、オドビー C ドライバの改善、コンカレントなインデックス作成、データベースとユーザーテーブル用に、ノーリザーブスペースのサポート、Windows マコエセックス、そして Linux 間での物理データベースのポータビリティが追加された。2013年9月時点の最新版は G3 アップデート3さん。 2014年12月、エンバカデロテクノロジーズは、インターベース G7 日本語版を発表した。新機能として変更ビュー、64ビットリナックスのサポート、パフォーマンスの向上、トランザクション ID の64ビット化、インクリメンタルデータダンプ機能の改善、などがある。2015年12月時点の最新版は、G7 アップデート後、 2017年3月、エンバカデロテクノロジーズは、インターベース2017日本語版を発表した。新機能として、イスクル新機能、全、オンライン DB のモニタリング、トランザクションの機能追加、SQL の新機能、トランケートテーブル、などがある。アップデート1においても、新機能が提供されたが、アップデート2、アップデート3では、新機能の提供はなかった。 2020年1月時点の最新版は2017、アップデート3。2019年11月、エンバカデロテクノロジーズは、インターベース2020日本語版を発表した。新機能として、データベーステーブルスペースのサポート、新しいプラットフォームのサポート、パフォーマンスモニタリングの強化、データディクショナリ DDL、SQL の最適化、セキュリティ強化、 イブコンソールの改善。などがある。2020年5月、エンバカデローテクノロジーズは、インターベース2020アップデート1をリリースした。新機能として、インターベース2020サーバー及び、デベロッパーエディションの Linux サポート、オンラインドアンプテクノロジーのための、テーブル領域サポート、テーブル領域を使用するデータベースのバックアップ、ダンプ、 およびリストア操作のためのイブコンソールサポートのアップデート。ありがとうございます。